わこれは腹筋効く。あー、いってー。今回はたった30秒で腹筋100回分よりも簡単にお腹に効かす方法を紹介していきます。今回のプランクは初級、中級、上級と3種目紹介していきます。お腹へこませたい、反り腰で足が痩せない、腹筋はどうしても、あ、首が痛い、あ、腰が痛い、そういった難点がありますが、プランクは自分に合ったやり方、うまくマスターできればすごくいいエクササイズなんです。プランクをしっかりお腹に効かせるためのやり方を理解してもらって、30秒でしっかり腹筋に効かしていきましょう。今日も一歩前進しましょう。まず、プランクで効かせるポイントとしては、体が前のめりになってはいけない。お尻が上がって、お腹が伸びてはいけない。この二つを注意しながら行わないといけないんですが、そこで簡単なのが腰振りです。一緒にやってください。正座から足を開きます。このまま手を腰に当てて、腰をクッ、クッとお腹を縮める感じで、お尻を締めながら腹筋を使います。これをまず30秒やっていきましょう。行きましょう。スタート。これがうまくできてくると、プランクをすごくお腹に効かせることができてきます。腰が反れる原因、お腹が出てしまう原因は腹筋が弱い、骨盤が前傾してしまう、お尻が締まらずにたるんでいる、この3つが原因なので、これでしっかりね改善できる感覚が身につきますんで、はい、 OK、 これでプランクに入っていきます。うつ伏せになりましょう。足は軽く開きます。肘は肩の下です。このまま体を持ち上げて、今やったように腰をクッ、クッとお腹に力入れながら腰を丸めてください。これをまず初級編として30秒いきます。いきましょう。スタート。息を吐きながら、お尻を反るんではなくて締めるだけ、締める、緩めるっていうことを繰り返します。腰を丸めるイメージです。グッグッとお腹に力を入れます。グッ、はい、 OK。 中級編は手をついて肘伸ばします。体を持ち上げて腰をクッと丸めた状態で体を下げます。クッ、こういう感じです。お腹に力を入れたまま体を下げます。そうすることで力が入ったお腹が伸ばされて効きます。いきましょう。あと、お腹にしっかり力を入れてね、腰を丸めてください。自分でしっかりね、お腹を締めて、腰を丸めたまま、お腹がね伸ばされる感じがあれば効いてます。きつい、オッケー、あー効いてる効いてる、よっしゃ。ラスト上級編、もう一度肘をつきます。これで体を持ち上げて、ここで早くクッ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 クと腰を動かします。とにかく腹筋を何回も締める感じです。早い方がいいです。腹筋が弱ってくるとリズムがうまくいかなくなるんで、そうなれば効いてる証拠です。いきます。ラスト、スタート。お尻をね何回も締めるイメージ、グッ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 とお尻を締めて、きつい、みんな頑張って、これがねすごい腹筋運動になってます。あー効く、お尻しっかり締めて、待って、 OK、 あーぐわー、うわ、いって、ふぅ、むちゃくちゃ効いた。今度はねおまけで上向きでやってみましょうか。あー、今の腰をクッとね起こす感じができると体を起こす腹筋もよく効きます。今度は体を起こした状態で
膝を開いて手を前に伸ばして、ここで手を振ってみましょう。これでさっきの腰を動かす感じが手を動かすだけでできますんで、この30秒最後いきましょう。いきます、スタート。こういう感じでね、手を動かしてください。グッグッグッと動かすとね、腹筋にねドンドンと効きますから。あー、きちっ、頑張って、ドンドンドンとね、腹筋効いてれば OK。 お腹がどっか行った。いやー、疲れでした。途中ね、腹筋がどっか行ってしまいましたが、ちゃんとね戻ってきてくれて、お腹にしっかり効いた感じがありました。プランクのいいところは首と腰が痛くない、そしてうまく効かすことができれば少ない時間で体の前面を鍛えることができるんで、 CM の間とかね、ちょっとした合間に30秒とか、そういう感じで1日何回もやってみてください。そうすると自然とフォームが良くなったり、体力ついた感じしますし、自分一人でやるのしんどいよって方は今回の動画を何度も見ながらやってみてください。楽になったよって感じたらね、その分しっかりねフォームが良くなって力もついてる証拠ですので、痩せるための一歩前進、頑張っていきましょう。頑張ったよって方、コメントで教えてください。グッドボタンも忘れなく。各種 SNS もやってますんで、説明欄から見てもらって、リンクのフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。